これがね、今回そのさっき冒頭で言ったあの日蓮宗系の相当驚愕やってるってものと討論しなきゃいけなくなっちゃって、向こうはそれを絶対信じないんだよね。お釈迦様が永遠に仏なんだよと、大乗人、まあ、日蓮という方はそのお弟子に過ぎないんだと、末法に派遣された。でも御書をよく読んでいくと、あの総伝書にはそのものズバリ書いてありますよ。下手の教主はそれがしなりとか。だけど向こうは総伝書を義書って言ってくるからね、そんなの日蓮宗主が勝手に作った本だろうって。まあ総伝書だから外に開示してないから、まあ当然外から見ればそう見えるわけだよ。だから総伝書も別に頼らなくても、一般的に身の部分を使ってる御書でもちゃんとね、よく、はい、こう支配に徹するように配していくと、ちゃんと我本物ないって骨抜かしてますよ、随所に。だからもうこれは間違いないんですね。お釈迦様がもうすでに、久遠の時の仏法の修行というものを明かしてない限りは、我本行菩薩道って ほのめかしてるだけで、ある五百人伝合っていうその大昔に仏になりましたって言ってるけど、その前の仏法のことを何にも言ってないんだからね。私はその修行しましたって言ってるわけなんだよ。我本行菩薩道だから、菩薩っていうことは仏法を修行したから菩薩になったわけでしょ。そうするとそれはうちらにしても聞きたいのは、それ一体どういう仏法だったのっていうのは聞きたいわけだよね、本当言うと。だからお釈迦様の時代の人たちはそれ聞いただけでもうピーンと来たわけで、自分たちも植えられてたから、そうなんだなって。だからうちらは全く植えられてないから、その本当の正体を教えてくれってことなんだけども、それは仏教2000年の歴史の中で誰一人そこを明かさないまんま、ただ天台大師とか妙楽大師とか蓮如大師がやはりそこを覚知してるのね。だからやっぱりほのめかしてるとかあるんですよ。でもそのものズバリは言わないでずっと来たと。で大乗人さん、でもその代わりに法華経っていうか釈尊はその2000年のうちに、このまさにこの言うて正体、この根源の種というものの仏教の根本根源を保ってる人が出現してきますよって、これもほのめかし、まあ一種のほのめかしだよね。出てくるとは言ってるけど本物とは言ってませんからね。上行菩薩が最短するよっていうことは予言してるだけで、上行菩薩が本物だっていうことをまでは触れてませんから。ただ前々も言ったように法華経の随所にそれをほのめかしてるってことだよね。十字十本であたかも自由菩薩の上行菩薩の方がご立派で、お釈迦様の方があの若造に見えるっていう表現とか、それから自由の菩薩が出現したと途端にそのお釈迦様にね、今の時代の愚教はうまくいっとるかと、つつがなきやって聞いてんだよ問題あるかないかって、おい弟子なのにいきなり出てきてっていう、これは一体どういうことだろうとかさ、いろいろありますよ。そういう目で見ると、それから、一番大きいのは、お釈迦様を何億万光、このつぶさに称える功徳よりも、末法の法華経の行者をほんの一瞬でも供養する功徳が何億倍優れてるとか。普通に言うのはおかしいじゃんって。もしお釈迦様の派遣した弟子だったら、お釈迦様を、しかも何億万年も、つぶさにだよ。もう素晴らしい最高だってこうやって褒めたたえてるその功徳よりも、末法の法華経の行者をほんのちょっと供養しただけで莫大っていうか超えるって言ってるのは明らかに、これはそれ何箇所もあるよね、法華経に。その逆もある。このお釈迦様をつぶさにこの誹謗するわけだよ、何億万年もの罰よりも末法の法華経の行者をたとえ一言でもそしるあの罰はものすごい何億倍も重いんだよって。ほらって普通に考えればこっちでも上って見る上でしょ。だから身の部みたいにその頭が釈尊が本物ってこう凝り固まった人間はさっきの原理と同じなんだよ。浅井翔平が御所の都合の悪いとこ読まないとか、そういうとこを読めない。だから送電された我々送電仏教のこの流れの中にいる者たちはそういう目で法華経を読むもんだから、もうここも怪しいじゃんとかここも臭いじゃんって、お釈迦様の方が下位で上行菩薩の方が上位って
言ってんじゃんよって読めるんだけど、そこがやっぱ執着なんだよね。そういう、そこにまた理屈をつけるわけだよ。おそらく末法の法華経のあの律図というのは非常に困難だから、こういう、まあ、表現を用いられたんでしょうねぐらいな。いや、そのものズバリだろうって、こっちはね、お釈迦様よりもよっぽど上位者だってことを言ってんだよっていう。